ちょっとまあなんかおまけ的な感じで、パッケージに出てる絵が F1 カーっぽかっただけなんですけれども、こちらのゲームを1本選びました。おまけからスタートするっつうのもなんかおかしいですけれどもね、おまけの1本です。こちらパフっつって、パフっつって始まるゲームです。はい、ワイルドトラックスですね。ワイルドトラックスのこのパッケージに出てるのが一番手前の F1 カーっぽいやつなんですよね、うん、ウィングがついてるだけなんかもしれないけど、なんか F1 カーっぽかったので勝手にエントリーしました。まあスタントトラックとかバトルトラックとかフリートラック、まあいろいろありますけど、ちょっとスピードトラックやってみましょうか、まあ、どんな感じのゲームなんかっていうのをね、なんとなくです。はい、F タイプって書いてますのでね、やっぱ F1 っぽい感じなんですよ。その他にも 4WD クーペ、うん、などがありますけれども、とりあえず F タイプでいきましょう。マックスピードは220の、やつです。ボディは弱いですけれども、まあそこそこ加速があるというか最高速のある、車です。これもノービスかエキスパートが選べるので、じゃあノービスでいきましょう。はい、じゃこれでいきます。さあ3周をなんかタイムゾーンがあるんですよね。タイムのその更新するところ、まあ、いわゆるその何でしょう、あのデイトナ USA 的感覚ですよ、うん、時間までにその制限ポイント、そこを超えないといけないということですね。でこれ説明書付きを持ってないのでよく分かってないんですけど、なんか2つのこのアイテムが落ちてます。あ、今のところですね。今のところを通過すると、タイムが増えるという感じです。タイムが0になってしまったら何位であっても、リタイア扱いなのかな、うん、まあそんな感じのゲームですよ。2つのアイテムがあるんだけどよく分かってない。多分1つはダメージ回復のやつなんですね。赤いやつはダメージ回復のアイテムで、青いのが何か分かんない、速度が上がるのかな、一時的に速度が上がるかなんかです。赤いのを取らないと今私もダメージがだいぶ蓄積してるという状況ですね。まあそんな中ですが、全然赤いの取れませんね。で結構あの なんて言ったらいいですかね、ステアリングが緩いゲームなんで、なかなかね曲がってる、曲がるであろうぐらいをこうハンドル切ってるつもりでもなかなか曲がらなかったりしますね、うん、さあラスト1周です。まあ、タイム的には全然余裕なんで、あとは1位でゴールできるかですね。さあダメージがやばい、煙が相当出ております。煙が相当出ている中、逆にぶつかりすぎてのリタイアもありますからね。この状態、赤いのが欲しい今日この頃ですが、赤いのは出てこないですね。さあ1位どころか2位も危うい。やクラッシュしたしクラッシュしたし、赤いアイテム全然取れなかったですもんね。取らんとこういうことになるということですよ。残り車1台です。死んだらゲームオーバーかな、よくわかんないけど、4コースあるのに1コース目でもうすでに1機なくしているという状況ですが、なんとか行きましょう。お、大事故です。大事故を起こしてしまいました。さあ一気にランクが下がる。4位になっちゃいました。赤いの取った。うん、赤いの取ったらダメージが全回復かな。全回復とまではいかないかもしれないけど、回復するのは確かです。さあタイムは余裕があった、まだ9秒の余裕はあったけど、
ここの赤いのが取れんねん。あっこの赤いのがなかなか取れないですね。さあ1位に返り咲いた。そこそこデカめの事故ですが、またダメージのやつ取れないですね。時間は余裕だが、ブレーキは A ボタンかな。ブレーキを使っていくしかないか、あの赤いのを取るには。 OK 取れそう。やっと取れました。これでクラッシュの可能性は消えたね。あとは1位でゴールできるかどうかです。よし、やばいっす。大クラッシュでした。それでも2位ですね。なんとか2位をキープ。さあ1位に返り咲きました。このまま行きましょう。まあスターボックスとかに使ってる FX チップですね、ってやつを使ってるので、この立体感なんですね。2位になっちゃいましたけれども、その話しとったらスターボックスに使ってるスーパー FX チップ、うん、吉原のとかにも使ってますけど、いわゆるそういう特殊なチップが入ってるんですね、カセットの中にね。うん、まあそういった影響でこういった感じになってます。こういうグラフィックになってるんですよね。うん、さあ続いてのコースです。ああ、エクストラタイムがここにやってくんね。そういうシステムみたいです。さあ、スタートダッシュのタイミングがわかんないね。さあ、1位になりました。あ、だいぶ複雑な道ですね、これ。危ない。だいぶ複雑な道。お、トンネルや、かっこいい。あ、水の中も走れる。あ、かっこいい。新鮮やな。すごい新鮮に楽しんでます。さあ、やっぱ赤いのは取れない。赤いのはなかなか取らせてくれないね、むしろ。取れないというよりか、なかなか取らせてくれない感じがします。さあ、あ、これは取れた。地上に出てまいりました。2周目です。ここら辺のこのなんかこの U 字型のこの道が走りづらいですね。ほら、コースアウトしそうでしょ。難しいんですよ、ここ。またダメージ食らうしね。いや、ここ新鮮に楽しい。新鮮に楽しいですわ、ここ。2面目にしてなかなかのピークです。2面目にして面白さのピークがやってきてるんじゃないですか。なんかそんな感じがいたしますが、私的に。さあ、ダメージがやばいぞ。ダメージそこそこ食らっております。OK、赤いの取れた。ファイナルラップ、大ジャンプです。もうダメージがやばい。もうすでにダメージがやばいですよ。さあ、水で足を取られる。だいぶ速度が下がりますね。さあ、やばいですよ、ダメージが取れない。ダメージのやつ取れない。だいぶ煙が出ておりますが、いけるんでしょうか。私に、もう当たれないですよ。 OK、 なんとかです。
なんとかゴール。タイムはあんまり残らなかったですね。よし、無事クリア。そしてボーナスステージかな。エキストラタイムかエキストラカーかもらえるみたいです。よくわかんないけど、ボーナストラックス。お、何をやればいい。あ、これをこのトラックを動かすのか。よし、ボーナストラックスです。まっすぐでいいのかな、これ。これ曲がると、はい、 OK。 うまい、うまい。内輪差を利用して OKOK。 曲がれるかこれ。いや、きついなこれあ、なかなか曲がれないね。これトラックでっけえな。なかなか小回りの効かないトラックです。さあ残り1秒、終わりか。12秒はエクストラタイム増えたけど、ラップはそのまんまということみたいです。一周すればなんかあったんかな。そんなボーナスゲームを経て続いてのステージ行きましょう。なんや、鹿かなんか出てくるのか。なんか動物が出てくる可能性ありますね。スタートダッシュで毎回抜かれんねん。さあまた青いのは取れました。あ、トンネルや。いや、トンネルとか素直に楽しいやん。トンネルあるとか素直に楽しいわ。落石注意みたいなの書いてるな。カーブがあって、いや、赤いの全然出てこへんで。あと出た。あ、取れた。あ、またトンネルや。トンネルが素直に楽しいわトンネルを楽しみすぎる男。あ、ほんまに落石あるやん。びっくりした。さあ2周目。順調ですよ。2周目も順調でございます。どんどん青いアイテムを取っていっております。さあカーブ、パフパフ言われてますけどね。構わずいきましょう。オッケーオッケー。これはこのコースは赤いやつが取りやすい。このコースは取りやすいところに配置してくれてるわ。って言ってながら取れてないんだけどね。そう言いつつも取れてないんですけど。なんかと横切っていったけど何かわからない。ポリゴンすぎて何かがわからなかった。なんかは通り過ぎていきました。よし。ゲイ。ほんまになんか落石してきましたね、おそらく。なんか降り注いだけど、わからずじまいです。OK、回復しましたよ。ダメージは回復します。はい、構わずいきましょう。無事ゴール、1位でゴール。OK です。なかなかの順調さ。なかなかの順調さです。さあ、最終ステージ。ナイトオール。夜の袋と。夜袋ということみたいですよ。
さあ行きましょう。だいぶ複雑なコースっぽいですが、3周行きます。お、1位をキープ、抜かせないというスタイル、抜かさせないよと。これ飛ばんように抑えた方がいいんかね、アクセル。ダメージは抑えた方がいいのかよく分かっておりませんが、なんか上に飛行機っぽいのが飛んでったね。お、だいぶ複雑やなこれ。ここも赤いのは取りやすい位置にある。なんかカービィとかの看板があったんやけど、そんな道を進んでいきます。まだ一周はしてない。だいぶ複雑なコースですね。これで一周、これでようやくの一周です。さあ1位、やっぱ飛行機が飛んでるね、うん、そんなところを抜けていきます。1位になったり2位になったり、そして大きなクラッシュをしてしまった。タイムロスです。さあ赤いのを取ってダメージ回復。やっぱフォックスとマリオとカービィがいたね。看板にニンテンドーキャラが総出演です。どういうスポンサー契約を結んでるんでしょうか。契約体系を知りたいですね。さあそんな中デッドヒートです。1位と2位と3位のデッドヒートが繰り広げられています。さあ1位でファイナルラップ入りました。さあこのジャンプが怖いんだよね。このジャンプを気をつけないといけない。さあ3位になってしまった。激しい争いです。文字通りのデッドヒート。さあこっちのダメージもやばいです。回りきりました。さあダメージも回復。オッケーオッケー、ブレーキが効いてます。さあチェックポイントを過ぎました。ダメージを食らうが構わずいきましょう。オッケー、1位をキープ、無事ゴール、クラスクリアです。イージーライド、ああ各コースのタイムが出るわけでね。サンセットバリーバレーか。アンド、うん、ナイトオールで、お、ベスト更新、なんか知らんけどベストを更新した。よし、1位だ。トリプル A を勝ちました。トリプル A に勝ったエンタ。あ、これで終わりない。エンドロール的なものはないんですね。はい。ということで、ワイルドトラックス。まぁ、ちょっと F1 ゲームではなかったかもしれないですけど、まぁ、ちょっとやってみました。おまけとしてね。うん。さあ、ということで、F1 ゲーム3本やっていきましょうか、他の。